ラジオ DJ、 スタジアム DJ、 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は速報女子ワールドカップ2023なでしこジャパンノルウェー代表戦ラビュー。3対1でノルウェーに勝ちました。ベスト8進出決定、やった。さあ今回もね、レビューをやっていきたいと思います。なでしこジャパン対ノルウェー代表戦のレビューです。これでベスト8入りとなりました。今回のね MVP を決めたりとしておりますので、ぜひ最後までご覧いただき、そしてチャンネル登録、コメント、高評価の方をお願いいたします。速報女子ワールドカップ2023なでしこジャパンノルウェー代表戦レビュー、レッツゴー。さあ日本対ノルウェーの試合結果になります。3対1です。さあまあ先制点はオンゴールになりましたけども、宮澤ひなた選手のクロスから最後エンゲンがね足触ってしまい、オンゴールとなりました。まあ、あのシーンはやっぱり積極的にねゴール前に運んだ、ゴール前送ったっていうところがゴールにつながったところかなというふうには思います。そしてまあ同点とされました20分5分後ですね、グーロライテンのゴールです。右サイドからのクロスボールに合わせるのがチェルシーのレイテン。いやー、そこまで言ってみればハーグとかよりは背大きくないんですけども、やっぱりジャンプ力があったりとか、そこでやっぱりフィジカルで負けてしまったところかなというふうに思います。まあ高橋花選手がねついてましたけども、まああそこはもうあそこ上げた時点でもう勝負ありかなっていうふうに思いました。クロス、そうだからまあやっぱり一番弱点とされているところですよね。ウィングバックの後ろ、それから高さ、そういったところをちゃんとノルウェーがついてきて、まあ日本が今回初失点となったかなという感じがします。まあ高橋花選手からしたらの世界のレベルを知った、あれだけフィジカルあるよ、ね、高さあるよっていうところを知っただけでも僕はかなり収穫だったんじゃないかなというふうに思います。そして来ました清水梨紗選手。いやーよく走ってた。これも宮崎ひなた選手も絡んでるんですけど、よく走ってた。これが日本のウィングバックじゃ本当に。いやーウィングバックがあそこゴール前まで来てるってことで、やっぱり今の日本の強さですよね。清水梨紗選手の働きっていうのは大きいかなというふうに思います。やっぱり3バックにして両サイドがあそこまで上がれるっていうのが結構日本のね攻撃の強みだったりします。そして日向宮沢が来ました。藤野選手からのスルーパス、もうね宮沢ひなた選手今回1対1めちゃくちゃ強いっすね。ザンビア戦とかもそうですけども、スペイン戦でもそうでした。やっぱ1対1あの心臓すごいね。こうもう本当に強心臓、この決定力はもう本当にね世界のどのクラブも結構欲しいところなんじゃないかなというふうに思います。宮沢選手のスピードついてこれないね、市場価値グーン上がってるんじゃないかなというふうに思いました。一番最初なでしこジャパンがこう押してて早く1点入るかなというふうに思ったんですけども、やっぱノルウェーもしっかりね立て直してきたりとか、やっぱ守備がねうまかったなという印象でした。でね最初の頃シュートそんなにだったんですけど、枠内シュートは宮崎になった選手のあれはシュートじゃないのでカウントされず、枠内シュートそれまでなかったんですよね確か。で蓋開けてみれば枠内シュートを上回りましたし、試合率はもちろんのことですけども、シュートもやっぱり16本と打ってるんですよ。だから結局日本がやっぱり押してた、強かったっていうところなんじゃないかなっていうふうに思います。しっかり決めきれるところを決めきれたっていうのが大きかったと思います。というわけで日本対ノルウェーの試合結果でした。さあノルウェー代表戦もう少し詳しく見ていきましょう。まあこの布陣になります。今回ねまあメンバー交代1人しかしなかったっていうところ、まあ変えづらかったっていうのがあったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ特に清水梨紗選手のところであったりとか、それから遠藤純選手のところ、結構ここが効いていて、もちろん清水選手もゴールも決めましたし、まあそういった意味では、はい、いろんなところがもうみんなハマっていたので、そういった意味ではやっぱりね、接戦っていうところもありましたし、そこ変えづらかったところなのかなっていうふうに思います。まあ特にですね、左サイドですね。はい、相手の13番の選手なんですけども、まあそこを疲れさせたっていうのが、まあ一個あったかなというふうに思います。相手の右サイドバック、こっちの左サイドですよね。もう宮澤ひなた選手、遠藤純選手がもうイケイケなので、左サイドでガンガン行ってたわけですよ。多分ね、あそこ穴だと思ってたんじゃないかなっていうふうに思います。スカウティングがいいなと思いますね、今のなでしこジャパン。そこをしっかりと狙って、もうガンガン攻めて、結構ね、やっぱやりづらそうでしたもん、相手の右サイドバック。で、やっぱ全然サイドバック攻めてこなかったじゃないですか、後半とか特に。やっぱね結構疲れてるんですよ。でしかもねまあ3バックとかにも相手しましたけども、後半でもやっぱあそこサイドバック変えたじゃないですか。やっぱそういった意味ではあそこ脅威だったし、やっぱあのサイドバックの13番の選手はタスクがめちゃくちゃ大きかった、疲労があったなという感じが僕はしました。でやっぱり長谷
田結衣選手のところ1個上がるとチャンスになりますし、長野風花選手とのしっかりとバランス取れてるかなというふうにはね思いました。もっともう失点はねしょうがない、そこはもういい、だいぶ高さでやられたしっていう感じです。まあそこに入れさせないところ、やっぱ遠藤純選手が上がった後ろのサイド、南萌香選手と遠藤純選手の間のスペースっていうのを狙われますので、そこはやっぱ強豪相手なんでガンガンそこついてきたりするので、そういった意味では、まあ、次につなげたい、修正したいところかなというふうに思います。まあでも本当によく勝ち越しましたよね。同点とされてちょっと流れが悪くなってきたんですけども、ずるずるいかないでしっかりといけたところ良かったかなというふうに思います。まあ特に高橋花選手、自分のミスではないと思うんですけども、やっぱちょっと責任を感じるところってもあると思うんですよ、競り負けたっていうところで。でもしっかりと立て直してメンタル的にもやっぱ強いです、この選手、高橋花選手。いやなのであそこでしっかり前を向いてしっかりプレーしてたところはすごい良かったなというふうに思います。まあ一つちょっと懸念なのはやっぱ1人しか交代してないっていうところ、あと4人交代できたのに1人しか交代できなかったところ、まあ浜野舞香選手はね最後準備してましたけども、まあそこ使えなかったところなんですよね。もうちょい選手交代してもよかったかなと思いますが、でも分かります、やっぱ変えづらいっていうところね。はい、というわけでノルウェー代表戦少し詳しく解説いたしました。さあ決勝トーナメントどうなったかというと、こういう風になっております。これは日本対ノルウェーの試合終了時点になりますので、どのタイミングで皆さんが見るか分からないですけども、もう先に進んでおります、おそらく。で日本対ノルウェー、日本が勝利を収めまして準々決勝進出となりました。まあ相手はスウェーデンかアメリカ、これを見ている時にもおそらく決まってるかもしれません。でグループ C2 位で追加したスペインはスイスを5対1で破ったと。いやー来てるよスペイン、スペインはリベンジしに来てますから、日本もちゃんと準決勝行ってもう一回叩いて決勝行って優勝しましょう。はい、ノルウェーに3対1勝って、次はおそらくスウェーデン、まあアメリカも強いですけどもね、スウェーデン来るかもしれない。そしてベスト4ではオランダか、もしかしたらスペイン、そして決勝イングランドっていう予想になってます。はいさあどうなるんでしょうか、お見逃しなく。さあなでしこジャパン MVP はこの人、宮澤ひなた選手でーす。イエーイ。まあ清水梨紗選手っていう声もね上がっていたりとかしてあげたかったんですけども、やっぱりワンゴールを含む全得点に関与という意味では、やっぱりこの選手2試合連続の MVP 文句なしなんじゃないかなというふうに思いました。もちろんあのゴールシーンはスペイン戦で、ね、なんかちょっと見たようなシーンではありましたけども、ああいうのを狙ってるなという感じがしますし、やっぱり宮澤選手のスピードについてこれないなという感じがしました。で先制点もやっぱり宮澤ひなた選手のクロスで相手のエンゲンがね、足で触ってしまいゴールに入った。それから日本の勝ち越し弾のところなんですけども、あれも宮澤ひなた選手が前に当てて、で最後まあ取られたんですけども、清水梨紗選手が最後奪ってっていうところなので、あの縦パスは宮澤ひなた選手ですからね。はい、そういうところもやっぱね全得点に関与してるんですよ今回。もう世界に通用するスピード、本当にねもう大会前懸念されていた決定力っていうのも本当に解消されたかなというふうに思います。大会前の強化試合パナマ戦、あれでやっぱり宮澤ひなた選手はあれだけチャンスあったのにゴール決められなかった、どうなのかなと思いましたけども、やっぱこの大会に標準を合わせて、そしてちゃんとゴールを決めて、今現在5得点、得点ランキングトップでございます。 MVP 級の本当に活躍をしてるんじゃないかなというふうに思います。今大会マジでこれ決勝行ったら MVP あるかもしれないですね。準々決勝も期待です。さあノルウェー戦総括していきましょう。まあまずは武器の左サイドが爆発したなという感じがしました。やっぱ遠藤純選手のドリブルキレキレでしたし、動きも良かったです。で宮澤ひなた選手がねやっぱりゴールも決めましたけども、やっぱあそこの左サイドで相手の右サイドを抑えられた、もちろんそのハンセンもいましたし、そして右サイドバックの選手、あそこをやっぱり押し下げられたっていうところは一つ大きかったかなというふうに思いますね。やっぱり日本の左サイド本当に武器になるなという感じがしました。本当にね疲れてましたもん、相手の左サイド、右サイドバック、いやだってあれだけ走らされるんですもん。宮澤選手、それから遠藤純選手がドリブルで向かってくるってなると、そりゃもう大変よ。おサイドバックのタスクとんでもないですからね。はい、いやちょっとねこれ日本の左サイドが研究されるんじゃないかなというふうに思いますが、体感してみないとわからないスピードがありますからね。そして勝ち越しでね、ほんともうねあっぱれ、はいあっぱれですよ本当に。勝ち越しであの力は本物だなというふうに思いました。やっぱ1点取られて今大会初失点だったんですけども、それでも同点にされても勝ち越すっていうのは本当に今力ついてるなという感じがします。あのノルウェーですよ、チェルシー、バイエルン、バルサー、アーセナルと
リオンといい選手がいる中でそこで勝っちゃう、しかも1点最少失点に抑えてるわけですからね。でちょっと相手の守備に苦戦していたなという感じがしました。まあ先制点は奪いはしたんですけども、まああれはシュートではなく、まあそれまでというか、まあその後も枠内シュートは全然なかったんですよね。だそういった意味では結構苦戦していたなという感じがしました。逆にこれスペインに対して日本がやっていたような戦術を、まあノルウェーやってきたなという感じがします。だってのスペインと日本似てるんだもん。じゃあ、日本相手にもこういう戦術しようよみたいな感じでやってきた感じがしました。というのも相手のアンカーですよね、結構まあエンゲンがセンターバックに吸収されたりとかするんですけども、エンゲンもしくはまあレイテンとかリサとかがあの辺がまあちょっとこう下に下がった時にセンターバックディフェンスラインとミッドフィルダーのラインがやっぱり狭いんですよ。であそこにやっぱり長谷川選手が入ってきたりとか、それから田中美奈選手がね下がってきたりとかしてパスが出て、まあそこで潰されたりするしスペースがなくてパスが出なかったりするんですよね。でそういうところをちゃんと狙ってきたなという感じがします。逆に日本はね浮き球のパスを結構やってましたね。ああいう高い相手の浮き球の何を狙ってんのかなという感じがしましたけども、僕的には多分ですけど相手のラインを押し下げるっていう意味でああいうボールを出してたんじゃないかなっていうふうに思います。それがねジャブのように徐々に効いてきて、やっぱラインがちょっと下がってそこに入ったりとかもできましたし、後半特にねやっぱり縦パスが入るようになったりしましたので、まあ、そういうところ前半からやってたんじゃないかなというふうに思います。狙いですね。で相手の守備に苦戦、そして高さはやはり弱点。まああれはね本当にあの失点は高さなんですけど、やっぱりサイドに入れさせてしまった、ウィングバックの後ろに入れさせてしまったっていうのは一つ要因と、やっぱりまあ高さで来る相手に対してやっぱ相手のパワープレイにも少し最後の方苦戦してた場面もあったりしたので、その辺はね単純に高さでやられるんだったら、まあ、先に体を当てとくとかポジションを先に取っとくとか入れさせないようにするとか、そういったところをねしっかり今後やってほしいなというふうに思います。高さがある相手、全然スウェーデンとかも高いですからね、はい、全然いると思うのでその辺疲れないように、はい、してほしいなというふうに思います。というわけでノルウェー戦の総括でした。さあ、速報女子ワールドカップ2023なでしこジャパンノルウェー女子代表戦レビューいかがだったでしょうか。とにもかくにもベスト8進出、次はアメリカかスウェーデン、どうなるんでしょうか。同時視聴やりますんで、ぜひぜひぜひご覧いただければなというふうに思います。一緒に応援して、そしてベスト4その先優勝へ行きましょう。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方をお願いいたします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。